ジョージア湾の一ジョージア湾はヒューロン湖にある湾。全域がカナダのオンタリオ州内にあり、ブルース半島やマニトゥーリン島の東に広がる。北西にはノース海峡が伸びる。湾はマニトゥーリン地区、サドバリー地区、パリーサウンド地区、マスコーカ地域、シムコー群、グレー郡、ブルース群に囲まれている。ブルース半島とマニトゥーリン島の間の メイン海峡によりヒューロン湖本体とつながっている。1615から1616 16年にサミュエル・ド・シャンプランがヨーロッパ人では初めてジョージア湾を探検した。1822年にイギリス海軍のヘンリー・ウルジー・ベイフィールドによりイギリス国王ジョージ4世にちなんでジョージア湾と名付けられた。ジョージア湾は 長さ約1 9 0キロメートル、幅約8 0トルであり、面積はおよそ1万5千平方キロメートルで、オンタリオ湖の80%ほどに相当する。ジョージア湾を独立した湖とみなせば、全域がカナダ内にある湖では、グレートベア湖、グレートスレーブ湖、ウィニッペグ湖に次いで4番目の大きさとなる。湾内には数多くの島がある。その多くは東側にあり、 サーティサウザンド諸島と呼ばれる。大きな島としてはパリー島がある。トレントセバーン水路がジョージア湾とオンタリオ湖を結んでいる。また、ニッピシング湖からのフレンチ川などが注ぐ。湾南端部はノタワサ川湾と呼ばれる。ありがとうございます。